続きが一番なのかな、なんかつまんねえな、なんかねえかな、なんか惜しいよね。ガエルを使った自分が相手だったらこんなに何割ぐらい勝てるか。あ、これやってみたかったんだよな。どうだろう、2割、2割勝てるかな、2割ぐらい勝てるのかな。あ、アルマスだから結構本田戦うまいでしょ。どうなるんだろうな、マジで。全然見当もつかねえんだけど。すげえ不利かすげえ有利かな気がする。あ、ドリルがきついパターンか。多分、ドリルきついよね、これ。ドリルを、大続きで返す感じかな。あ、大続き負けたんだけど。え、嘘嘘嘘嘘。え？大続き負けんの？あー。これはきついね。あー、むずかった。むずかったよー。あれ、何で返せばいいんだろう？ 8。なんだろうな。こいつはどうする？こうか。なんだ。これやべえなマジで。あー、ドリルがやばすぎるこれ。逆に言うとでもドリル以外なんかあんま困らそうだね。早めの弱パン？あ、こういうこと？V 取り投げ、なるほどね。まあ、あればね。おいで。わ。あり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 。どっちが有利なんだかよくわかんねえな。オパモンスターありがとう。これなんか確かにね、なんか伝統の組み合わせっぽい感じがあるな。寝た時にマジで死にそう。あ、でも
大続きマジで早めに打ってもダメだな。逆に中だと結構勝ったりするんだよな。なんでなんだろう。回線系技の一つだな。そっちダメか。どうすればいいんだろうな。めっちゃ歩いてガードかな。あれドリル来るか分かってんだけどな。 EX しかねえのか。わあ。一応ね、一応打ちます。あ、そっか、これでいいのか。そっか、ここで使うか。そういうことね。はいはいはい、なるほどなるほど。確定なそうだけどな、これ。ね、一応なんか使ってみたらっていうコメントがあったから、使ってみた、使ってみた。捕まえたときはそれ相応の地獄を見せれるな、これ。ちゃんと。うん、寄ったらそれなりの地獄だな。ダルシムね、弱で撃ってんのか。そうだよな。あ、結構簡単に止まるのこれ。あ、これ結構いいかもな。これ結構勝つな。すげえな。このタイミングで置いてんのに負けんのか。ごっつぁんチョップが良さそう。